公爵丸の聞き流せ日本の歴史。こんにちは、ナレーション担当のナミネリツよ。前回は江戸幕府の崩壊についてお話ししたけど、どうだった？今回は近代国家の成立についてお話しするわね。1867年に大政奉還が行われて、天皇を中心とした新政府が誕生したんだけど、政治の安定には程遠い状態だったの。薩摩藩が慶喜の新政府参加に強く反対し、同志を使って江戸などで火付けや辻斬りを行ったことで、旧幕臣は薩摩藩に対し強く反発したわ。そのような中、庄内藩士らによる江戸薩摩藩邸の焼き討ち事件が発生するの。そして慶喜が二条城から大阪城に入ると、旧幕臣が退去して大阪城に入城し、老中板倉勝清などが中心となって京への侵攻を主張したわ。慶喜は朝廷から1868年の年明けに参内するように求められ、少数の友を連れて京に上るつもりだったんだけど、会津藩士、桑名藩士、旧幕臣が暴発して1万5000の大軍で鳥羽方面と伏見方面に分かれて京に進軍したの。これが鳥羽伏見の戦いの始まりなの。薩長軍は4500の軍勢しかいなかったんだけど、銃や大砲は西洋式の最新鋭の武器だったの。対する旧幕府方は、旧幕府の直属部隊はフランス式の軍隊だったんだけど、会津藩や桑名藩は旧式の軍隊だったわ。旧幕府軍は兵力では大きく上回っていたものの、最新鋭の銃や大砲の前で苦戦を強いられたの。また朝廷は仁和寺の宮、義明親王を征討大将軍、有栖川の宮、樽仁親王を統制大総督に任命し、二色の御旗と摂統を付与して薩長などの新政府軍を官軍とし、慶喜と旧幕府軍は朝敵となったわ。そして朝廷は慶喜や老中らのすべての官位を奪い、幕府の領地を摂取する布告を出したの。旧幕府軍は諸戦に敗れ、交代を余儀なくされたんだけど、慶喜は松平容保、松平定明と共に海洋丸で江戸に戻ってしまったのよ。そして慶喜の大阪城退去を聞いた旧幕府軍は戦闘を中止し、解散することになったわ。朝廷は諸大名に状況を命じ、新政府に恭順すれば所領を安堵するが、抵抗すれば朝敵として討伐することを伝えたわ。これで近畿伊勢の諸藩はすべて新政府に恭順し、桑名藩も城明け渡しに応じたわ。江戸城では小栗忠正や榎本武揚は徹底抗戦を主張し、フランス公使のロッシュも銃、大砲、戦艦の提供を申し入れて新政府軍と戦うことを提案したの。だけど勝海舟はイギリスやフランスが内戦に乗じて日本を植民地化することを恐れて新政府への恭順を主張したわ。慶喜は勝海舟の意見を取り入れ、上野寛永寺で謹慎したの。そして勝海舟は新選組に甲斐の国を切り取り次第にすると提案して、江戸払いにし、江戸無血開城に向けて体制を整えたわ。新政府軍は東海道、北陸道、東山道に分かれて江戸に進軍したんだけど、東海道、北陸道の部隊はほぼ無抵抗の状態で江戸に到達することができたの。ただ東山道を進軍していた岩倉朋美、板垣退助は甲州勝沼で新選組の抵抗にあったんだけど、新選組を打ち破ったわ。この時新選組局長の近藤勇が斬首されたの。西郷隆盛と勝海舟の交渉によって江戸城無血開城が実現されたわ。慶喜は隠居の上、水戸藩預かりで謹慎処分となったわ。
将軍家は田安家の家里が相続することになり、駿河70万石が与えられたの。そして江戸は東京に改められ、明治天皇が即位したわ。ただ江戸城無血開城に反対する幕臣らは、江戸城を脱出して宇都宮、木更津などを拠点に新政府軍に抵抗したの。また一橋家の家臣を中心に将棋隊が結成され、浅草本願寺を拠点に抵抗したんだけど、大村益次郎が率いる新政府軍に打ち果たされたわ。これが上野戦争よ。会津藩は新政府の追討令を受け、松平容保が隠居したんだけど、新政府軍に対して徹底抗戦の準備をしていたの。また庄内藩の酒井忠澄も新政府軍に対して徹底抗戦の準備をしたわ。新政府は仙台藩の伊達家と米沢藩の上杉家に会津藩と庄内藩の追討を命じたんだけど、出兵に応じず、奥羽諸藩と共に会津藩などに寛大な処分を求める嘆願書を提出したの。ところが新政府は嘆願を却下すると、奥羽諸藩は会津追討が不当であるとの意見書を提出して同盟を結成したわ。その後北越の諸藩も同盟に加わり、31藩による奥羽越列藩同盟が成立したの。奥羽越列藩同盟は陸奥の白石城に公儀府を置き、総督、参謀などの役職を設けて、上野戦争を逃れて会津藩に身を寄せていた寛永寺門跡の輪王寺の宮義久親王を名士としたわ。有栖川の宮樽人親王は会津征伐大総督を兼任して北上し、奥羽越諸藩と交戦したわ。長岡藩は武装中立の立場を取っていたんだけど、山形有朋率いる新政府軍によって長岡城を攻め落とされたの。家老河合継之助は山形有朋から長岡城を奪還し、新政府軍を苦しめたんだけど、新政府軍が兵力を増強して長岡城を再び攻め落として越後を支配したの。そして新政府軍は会津攻めを開始したわ。板垣退助率いる新政府軍が若松城を包囲すると、会津勢は1ヶ月にわたり籠城戦を行ったの。会津藩が降伏すると、庄内藩は抗戦することなく降伏したわ。榎本武明は海王丸などの旧幕府の軍艦8隻を奪い、同志2000人を率いて奥羽越列藩同盟に加勢しようとしたんだけど、すでに同盟が解体したことから蝦夷に向かったわ。この艦隊には全老中の板倉勝清、小笠原長道、松平定親やフランス人軍事教官や土方歳三などの新選組も乗船していたの。そして五稜郭に立てこもって共和国樹立を目指したの。だけど1869年に榎本武明が降伏したことで、旧幕府軍と新政府軍との戦いは終了したわ。この鳥羽伏見の戦いから五稜郭の戦いまでの一連の戦いが戊辰戦争よ。幕府に代わって天皇を中心とした体制は御一新あるいは維新と呼ばれたわ。1868年3月14日、新政府は政治理念を示すものとして五箇条の御正門を定めたの。五箇条の御正門はもともと諸侯会議の規則として、百合君政が起草したものを基礎に、福岡高親や大久保利通が修正を加えて完成させたものなんだけど、完成したのは江戸城無血開城が決定された当日だったわ。五箇条の御正門では諸侯会議のように夕飯の大名だけで決定するのではなく、広く会議を起こし万機公論に決すとされたの。また過去の悪習を廃し、開国は新海外の知識や技術などを積極的に導入することが示され、列強の理解を得られるような内容になっていたわ。ただ開国政策を取ったことで国内の攘夷派を抑え込んでいかなければならなかったの。五箇条の御正門は、天皇が九行諸侯百官を率いて天地神明に誓うという形で定められたから普遍の国是とされたわ。
だから五箇条の御正門の抗議世論は、後の世で議会設置や国民が参政権を求めるときに引き合いに出されることになったの。新政府は民衆に対して五号の啓示を出したわ。五号とは、儒教の五輪の道徳を守ること、徒党の禁止、キリシタンの禁止、外国人殺害の禁止、本籍地からの逃亡の禁止のことで、幕府の政策を引き継ぐような内容だったの。また政体書を交付して政府の組織を定めたわ。新政府は神武創業の初めに復古するという目的で設立された政権だったので、古代の律令制に倣って太政官が設置されたの。そしてアメリカの憲法を倣って三権分立の形式が取られ、太政官のもとには議政官、行政官、刑法官が置かれたわ。議政官には議場、参与が属する上局と、各藩から選出された公使が属する下局が設置されたの。ただし上局に属する者が行政官に移転したことで、上局は翌年には廃止され、下局は抗議所となったわ。行政官には神技官、会計官、軍務官、外国官が置かれ、翌年には民具官が追加されたわ。また天皇の即位の礼は、これまでの党の様式を真似たものから神道の儀礼に基づいたものに改められ、一世一元の姓が取られ、天皇在位中は同一の元号とされたの。そして1869年には天皇の居所は京都から東京城に移され、東京城は皇城と呼ばれるようになったわ。新政府は用地に府、それ以外の地には県を置き、旧幕府領、寺社領、新政府に抵抗した諸藩の領地には新政府から任命された知事を置いたわ。他方で新政府に恭順した藩主の領地では、行政単位が旧藩領の通りとされ、旧藩主が知事に任命されたわ。ちなみに領地も領民も知事に属し、知事が支配したの。ただ新政府は藩地職制を交付して、全国の藩の職制を一元化し、過労を廃止して失政と賛成を置くこと、価格に関係なく人材を登用すること、藩政と藩主の課税を分離することを命じたわ。そして1869年には藩籍奉還を実施して、領地、領民が天皇に返還されることになり、旧藩主には地藩寺としての俸禄が与えられることになったの。藩籍奉還は各知事が自主的に行うものとされたんだけど、改めて地藩寺に任命されることになっていたから、大きな混乱を招くことなく進められていったわ。藩籍奉還が行われたものの、課税や武士の統率は地藩寺が行っていたから、完全に封建体制が崩壊したわけではなかったの。また全国一律の税制が敷かれていなかったから、負担の大きな県で一揆が続発する原因になっていたわ。1871年には旧薩摩藩、旧長州藩、旧土佐藩から約1万人の兵を募って、政府直属の御新兵を設立したの。そしてこの年、廃藩置県が行われたわ。これにより地藩寺が罷免されて東京に住むことが命じられ、新政府から新たに府知事、県令が任命されたわ。廃藩置県は長州出身の鳥岡屋太や野村康から寄贈され、井上薫、木戸孝允、山形有朋、大久保利通の同意が得られ、西郷隆盛の賛同も得られたことで一気に進められたの。新政府は戊辰戦争の時、本領安堵を約束して諸藩を恭順させていたので、藩籍奉還を挟んで廃藩置県を行ったんだけど、廃藩置県の時にも大きな混乱が起きることはなかったわ。これで新政府が完全な形で日本を統治することができ、中央集権国家を成立させる素地が整ったの。倒幕の中心となった旧薩摩藩、旧長州藩、旧土佐藩、旧肥前藩などの元藩主からすれば、家臣に軍隊や軍資金を預けたところ、領地や領民を取り上げられ、中央政府の地方官にされた挙句に
無冠にされたわけだから、武士的な発想を前提にすれば主君への不忠となるわね。ただ五箇条の御正門では旧来の老衆を破り天地の行動に基づくべしと定められていたから、旧来の老衆の一つである領主による領地領民の支配の否定は正当化されたんだけど、大久保利通は二度と故郷に帰ることができないほど島津久光やその側近から恨まれることになったわ。新政府は廃藩置県を断行すると太政官の組織改正も行ったわ。太政官には正院、左院、右院を置き、正院のもとに各省を設置し、各省の下に領を置いたの。この頃になると三条実美、岩倉具視ら実力派の公家を除き、多くの公家が罷免され、実力のある薩長土肥の出身者がバランスよく配置されるようになったわ。三義には西郷隆盛、木戸孝允、板垣退助、大隈重信がつき、薩摩藩では大久保利通、黒田清隆、長州藩では伊藤博文、井上薫、山形有朋、土佐藩では後藤象二郎、佐々木隆之、肥前藩では大木隆藤、副島種臣、江藤新平が要職に就いたの。新政府による封建体制の否定や欧化政策は大きな反発も受けたわ。1869年には三与の横井湘南や兵部大夫の大村益次郎、1871年には三里の広沢実臣が襲われて命を落とすことになったの。新政府は政治体制だけでなく身分制についても大きく変更したわ。藩籍奉還後、公卿や諸侯は華族、武士は士族、それ以外の者は江戸時代の非差別階級を含めて平民とされたの。そして平民には名字が許され、職業や住所を自由に変更することを認めたわ。旧藩主が知藩寺に就任した件では、廃藩置県まで多くの士族が知藩寺に仕えていたんだけど、廃藩置県をきっかけに職を失ったわ。ただ新政府は家族や士族に米で給付する家禄を与えていたことから、士族もなんとか生活することができたの。当時家族は約2800人、士族は士卒と呼ばれたものも含めると190万人近くいたから、家族や士族への家禄は国家予算の支出の3割を占めることになったわ。だから新政府としては早いうちに家禄を何とかしなければならなかったの。1873年には家禄の返還を申し出た士族らに現金と公債を支払うという実禄奉還を実施し、1875年には家禄を金禄に切り替え、1876年には家禄を廃止し、金禄の数年分を公債でまとめて支払って家禄を廃止したわ。これが実禄処分よ。これによって士族は平民と同様に何らかの職を得なければならなくなったの。多額の公債を受け取った家族は公債を銀行や鉄道会社に出資したわ。1876年には国立銀行条例を改正して、金貨を裏付けとした銀行券発行の義務を解除して、金禄公債証書を担保とする銀行券の発行を可能にしたの。この結果、家族が金禄公債証書を出資して株主となり、それを原資とする国立銀行がたくさん設立されたわ。ちなみに1879年までに第153国立銀行まで設立されたの。1881年には政府が株式配当を補助することを約束して、家族から出資を募って日本鉄道会社が設立され、1891年には青森、上野間が全通したの。1892年には鉄道敷設法が制定され、全国の幹線鉄道9路線の計画が定められ、家族の出資によって設立された鉄道会社がこの計画に基づいて鉄道を敷設していったわ。これにより1901年には青森、東京、下関と本州を縦断する幹線が完成したの。
このように日本の鉄道は民間の鉄道会社が中心になって敷設されていったんだけど、日露戦争終結後の1907年には鉄道国有法によって国有化されたわ。今回の近代国家の成立のお話はこの辺りにしておくわね。次回も引き続き近代国家の成立についてお話しするわね。この動画を見て日本の歴史に興味を持ってくれたら、ぜひチャンネル登録、高評価をよろしくね。それでは次回を楽しみにしていてね。バイバイ、またねー。